い、こんにちは、さきこです。今日はね、声帯が閉じるって何事ってお話をしていきたいと思います。私よく動画の中で声帯閉じてこうみたいなお話すると思うんですけど、これって何ですかっていうね、質問がまあちょこちょこあったりとか、まああんまりそういうところに触れてこなかったので、ちょっと動画にしてみようかなというふうに思って今撮っているんですが、まずすっごい簡単に説明すると、私たちの声っていうのは2枚のひだの間を空気が通ることによって、そのひだがねブワーって振動して、それが声になります。で、その音っていうのは私たちのこういう言語的なものっていうよりかはちょっと違くて、なんかねビーっていうね、ちょっと変な笛が鳴ってるような音なんですけど、そこからこうやってね言葉っていうものを発したりとか、歌声みたいなものにしていくときには声道っていうね、声の通る道みたいな、ちょっとなんかアニメーション映画のタイトルに出てきそうな、なんかそういう感じの声の道とか言って声道って呼ぶんだけど、声帯で作られた音が声道を通ることによって、こう形を変えてね、私たちのこういう言語だったりとかっていうものになっていきます。で、声帯閉じてねとか声帯閉鎖、声門閉鎖って呼ばれるものが一体何に関与してくるかっていうと、そもそも声道を通る前の元となるこの声帯で作られた音ですね。この音を作るのにすごくね重要な役割を果たします。例えばなんだけど、プロの人ってさ、なんであんなに楽そうに歌っててさ、声めっちゃ響いてるのずるくないみたいな、なんかまあミーシャさんとかさ、スーパーフライの志保さんとかすごいよねとか、あとはまあ K-POP アイドルのさ、メインボーカル張ってるような人たちってやっぱりさ、なんかすごい楽そうに出してるし、声めっちゃ響いてて綺麗で、なんか素晴らしい声私も出したいんだがみたいな感じになると思うんですけど、やっぱりねこの上手だなとか声綺麗な人だなとかって思う人たちは、こういうね声帯の音の鳴り方っていうのがとても綺麗なんですよ。なのでボイトレで言うと、もうピラミッドの一番下側にあるような、それがないといろんな問題が出てくるよねみたいなものが、この声帯閉鎖の声、声帯を閉じるっていうことになります。で、ちなみにこれね、なんか喉が閉まるとか喉を閉じるとか、なんかそういう表現を使う人がいるんですけど、それなんかちょっと違くて、喉閉めるとうーんってこう周りの筋肉がぐーっと閉めることによってこう苦しくなっちゃうとか、なんかそういう風なイメージの方に行きやすいので、喉は閉めないですね。閉めるのは声帯ですね。で、そしてその閉めるっていうのも適切な力加減、バランスのいい力加減で閉めていく必要があると。で、ずっと閉めてるわけじゃないですね。声帯ってブル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 って震えてるって言ったんですけど、その震えてる振動っていうものも閉じたり開いたり閉じたり開いたりみたいなのを繰り返しながらね、声帯振動っていうものを起こします。はい、ずっと閉じてたらもうっていうこの状態、もう息出てないよねっていう話なので、まあ実際には閉じたり開いたりっていうのを繰り返してるんですけど、まあそこまでちょっとねいろいろ説明しちゃうと動画が長くなってしまうので、今日はもうサクッと、まあそういう感じで声帯を閉鎖するってすごく大事なんだよ、声の元を作る上でとっても大事なんだよっていうふうに覚えてください。じゃあ実際にその声帯閉鎖というところをみんなにね感じてほしいなっていうふうに思うんですが、まず何するかっていうと、声帯閉鎖の逆やってみましょうか。はい、もう息ダダ漏れですね。もう開けごまっていう感じでですね、もう扉が開いた状態、ずっともうずっとこのままって感じですね。はい、息ダダ漏れです。どうぞ皆さんやってみてください。これはね簡単なんじゃないかな。うん、誰でもできると思うよ。じゃあその息を止める、止める。はい、この止めた時になんかここら辺でさ、なんかピクッと動くやついませんかっていう話なのね。はい、多分ねわかると思う。あ、なんかピクってしてるここら辺みたいな、そう、そこにあるのが声帯さんです。あなたの声帯さんはそちらにいらっしゃいますということでございますね。はい、まあそんな感じで、まあ君が声帯で、ね、みたいな感じで、ぜひねこの声帯がここにあるんだってことを感じてもらったら、今度はそこにねちょっとだけ声乗せてみようかなってしていきます。はー、こんな感じ、息も吐きながらちょっと声もねはー乗せるような感じ、結構優しい声になると思います。はい、じゃあまたその声をピタッと止めてみましょう。はぁ、はぁ、はぁ、どう？つかめたかな？なんかまた動いてるよね、ピクピクしてんねっていう感じだと思うんですけれども、とってもいいと思うよ。で、次、じゃあ今度は息の量を最小限にしたい。最小限に、今はさ、しっかり息を混ぜた状態での声だったと思うんだけど、その息の量を少しね制限したいです。ちょっと硬い音になるようなイメージなんですが、まずはぁ、さっきやったやつですね、息漏れさせながら声出して、それをピタッと止めます。はぁ、はい、ここまでやったら今度はぁ、あぁ、はぁ、あぁ、こんな感じですね。最初息漏れしてたはずの声が声帯ピタッと止めた後はあんまり息漏れのない声に変わったと思います。はい、こんな感じで前後でパキッと音変えてみてください。どうかな、変えれるかな。ちょっと後半の音は芯のある感じ、
声帯がピタッと閉じて芯のある少しねジリジリしたような声が出せると結構理想的かなっていう感じなんですが、これつかめない方はいろんなアプローチ方法があって、私のレッスンの中では例えばじゃあ声ちょっととんがらせてみようかみたいな、こんにちはヤッホーみたいな、なんかこんな感じですね。本当になんかやばいでしょ、やばいやつ来たみたいな感じだと思うんですけど、ぜひやってみて声をとんがらせるとなんかねやりやすくならないっていう話なんですね。はい、でこれでつかめない人いると思います。全然いい、全然いいよ、焦らない焦らない。じゃあ今度はさ、相手たち一回閉じてみようかって話でですね、ハミング、うんうんってやつですね。はい、これをやってみます。でこの時に閉鎖ができればいいんだけど、それでも出ない、柔らかくなっちゃうよーっていう人はね、おそらく鼻息相当出てます。はい、ここチェック、空気いっぱい漏れてないかチェックしながら、絶対漏れるんだよ、息はね。もうこっからしか出ないからいいですか、こっから出ないし、こっから出ないです、ここも閉じてるからね、こっからしか出ませんよ、いいですか。はい、こうやって鼻息を感じるときに最小限にしよう、鼻から出る息の量をあんまりこう指にパーって当たらないように、出してみようかっていう感じですね。なんかさ、もう携帯のバイブ音だよねって感じ。これさ、ちょっと家族いる時にさ、とかってやってみてね、お母さんちょっと携帯鳴ってるよとかって言って騙されてくれたら勝ちっていうね、ちょっと新しい遊びみたいなのもねぜひやってもらって、はい、自分できてるかなみたいな、まあ、何よりも楽しむことが大事だからって感じで、これもね無理です、できません、どういうことみたいななってる人いると思います。いいよ、全然焦らない。次はじゃあこんな感じでハミングとさっきやった声をとんがらせるってやつですね。これをね合わせてやってみるとどうなるかな、これできるかな、こんな感じ。もう全然息の漏れる音聞こえないよね、なんかすごいさ鋭い感じの音になったの分かる。つかめない人はまずこのね、なんかこうジリジリしてる感じっていうものを掴んでもらうために極端にこういうことをやってもらったりします。でそれでも無理だよ、とんがらせることがもうそもそもできないんだもん、どうしたらいいんですかって人いると思います。もう全然当てらなくて大丈夫、他にもあるから。じゃあ何やるかっていうと、ハミングでプツ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 音切りながら声出していきます。はい、こんな感じどう？だとさ、しっかり切れなくない？しっかり切ろうと思うと、なんかこんな感じの硬い音になると思うんだけど、いかがかしら。これぐらい試してもらったらね、結構いけるんじゃないかな。まあ他にもね、いろいろエッジボイスから入ったりとか、まあいろんなやり方があると思うんですけど、まあでもね、これぐらい試せば結構自分の中でなんか、あ、これかなみたいなのはね見つかると思うので、ぜひ探してみてください。どれが一番やりやすいかなっていうところですね。はい、じゃあその声が見つかったら、もうあとはもう育てていくだけですよ。そこ、このフェーズに関してはあとはじゃあその声をしっかり自分でコントロールして出したい時に出せるっていう状態にしていくってことが大事かな。こうやって口を閉じてやってた人は今度は母音に変えてみる。あいうえお、日本語あると思います。好きな母音でいいから、同じ感覚かな、同じ声質になってるかな、音声こうやって取りながらね、ぜひ自分のやりやすい母音っていうのを見つけて、それをねなるべく普通に自分の中でナチュラルにできるようにしていくってことが大事かな。まずは単音でピーッとイー伸ばしてもらったり、それができたら今度はイー揺らしてみたり、はい、いろんなねバリエーションのつけ方があります。実際歌ではメロディーラインに沿っていかなきゃいけないので、そのメロディーに合わせて自分のこの閉鎖感っていうものをキープできるかなとか、で逆に閉鎖感のあるところから柔らかい声、息漏れの少しある声に抜けるかなとか、そういうバリエーションをつけながら初期段階ではレッスンを進めていくっていう感じかな。まあこんな感じで実際に私のレッスンの中でやってるような内容をね今日は少し紹介させてもらったんですが、これもね本当にやる人によってはもう全然できてないのに自分の息漏れの音が聞こえないがゆえに次の段階とかって行くとまたそれはそれで問題だから、なんかなかなかうまくいかないなとか、なんかちゃんと声帯閉鎖してるのになんでとかって思ってる人、悩んでる人いるとしたら、もしかしたらその声帯の閉鎖本当にできてますか、適切な状態でいいバランスでできてますかっていうところはやっぱり知識のあるトレーナーに聞くべきだと思いますので、まあそういう時はぜひねいますので、はい、皆さんぜひレッスンお申し込みください。はい、で今回やったやつに関しては、そうだな、音程はね男の人は C3 ぐらい、女の人は C4 ぐらいですね、まあ1オクターブ差ぐらいですね。はい、ここからまあ少しずつ上に上がるような感じで黒鍵盤とかも使いながら、自分の楽な範囲で、まずは楽な範囲で、すごいさ、みたいな、もうなんかこんな感じで叫ばないと無理ですみたいなとか、あとはもうはぁみたいな、もうこんなさ息漏れさせないと出ませんみたいな、もうなんかさもう
やばい、もうやばいっていう状態わかるよね。はい、普通じゃないっていう状態、その状態になった瞬間にもうアウトだから、その状態になり始める一個前ぐらいの段階までをぜひね、クオリティ高く保ってるかどうかっていうのをね、まずは確認してもらうことがいいんじゃないかな。やっぱりさ、高音出したいとか、なんか綺麗な声で歌いたいとか、喉枯れるんだけどなんでとか、なんか自分がさ歌ってる時にいろいろ不具合みたいなエラーみたいなものを感じると思うんだけど、そのね根源となるとこってなんだろうって探していった時に、結構な割合でねおろそかになってたりとか、なんか全然できてない、もう本当もずっと息吐きながら歌っちゃってるみたいな、すごく声帯に負担のかかる形で歌ってる方割と多いので、適切なバランスで声帯を鳴らしてあげるっていうのは喉にとってすごく健康的なので、長く歌いたいアーティストさんなんかにもすごく重要になってくる技術ですし、実際に自分が歌っててなんでできないんだろうなって、こう何かね悩みを抱えてる人の中で、こういう声帯閉鎖というところがちゃんとできてるかなというのをチェックしてみると、意外とね全然できなかったりするから、こういうね声帯の閉鎖っていうところで一個、課題みたいなものが見つかってくれたらすごくいいんじゃないかなというふうに思います。